はい、今回はね、こっちは鬼滅の刃刀鍛冶の里編第7話が放送されましたので振り返りとやっていこうかなと思います。ほんとこちらね、もう第3話分ぐらいなんですけれども、もうずっとね、こうハンテングとの戦いがね繰り広げられていますが、もうほんと毎回体感5分だなと思うところであります。まあ、日の神神楽の作画だったりとか、もしくは構成に関しても非常に凝られている部分があるので、原作を踏襲しながらも構成を変えて見せ方を変えていたりとか、細かいところはカットして、ここ重要な部分は膨らませるというね、本当にアニメーション側のこう意図的なものがすごいたくさん見えるアニメ再現だと思うので、非常に満足度が高いものとなっております。ぜひともね、あの漫画見ていただけるとまたいろんなとこ見えてくるんですが、こちら漫画を見ていていろいろ気になった点もあるので今回ピックアップしていこうと思います。ぜひ皆さんのご意見や感想等あればコメントで教えてください。いつもたくさんのコメントありがとうございます。では早速本題に入っていきましょう。まずこちらね、前回の続きからなんですけれども、ハンテング本体の首を落とそうとしたところで、バッケストを使うんですけど、ここでねオープニングへと移ります。こちら原作コミックでいうところの第14巻からのスタートとなります。話数としては116話ですね。でこちらね、ハンテングの首を切り落とせないところで背後に新しい鬼の気配がを感じます。造反転ですね。はい、こちら竜の策がすごかったですね。こちらね、原作能力はポロッと出てくる程度なんですけれども、刃を使いながら、炭治郎が空中戦みたいな形で刃を使いながらガリガリとね、こう火花を散らしながら対抗していく姿っていうのが描かれていて、非常にグレードアップされていました。そしてね、もう一部ではかなり話題となっていましたが、造反転の声優がまさかの山寺宏一さんでしたね。誰がこの放送時点で気づけたかというところが結構話題となっていましたが、もう分からないですよね。本当に山寺宏一さんってもう数多くの作品出られているもレジェンドな方なんですけれども、もう山ちゃんなのか分からないというぐらいのね、声の加減だったと思います。そしてこう怒りの鬼が吸収したということをね、玄野が解説していくんですけども、哀絶も何かを言いながらこう拒絶していたような感じですね。まあ、いやいやと言っていたんじゃないかなと思います。造反転の威圧感のアニメーションもすごい良かったですね。こうずっしりくるような感じ、もちろんねこれ原作の方でも表現されてるんですけれども、やっぱこのアニメらしい表現でずっしりくるような感じが描かれていました。あとね、これ丸々カットされていた部分というか、今後もしかしたら別の部分で挿入されるかもしれませんけれども、原作の方ではこれハンテングっていうのは何度も窮地に追い込まれたりとか、追い込まれれば追い込まれるほど強くなる鬼っていうね解説があったんですが、ここがね丸々カットとなっていました。まあ、これ確かにあってもなくてもというか、どちらかというとスピード感をこう残したような作画というか、今シーンがあるのでここカットしたのかなと思いました。まあ、ある意味これだけバッサリ切れるっていうのもすごいことだなと思います。で炭治郎がブチ切れたところで前半終了となります。で後半に続くんですけれども、先ほどのハンテングのね解説のシーンがなかった代わりに、造反転からねこう炭治郎に声かけする場面があるんですが、こう身内が自分は切られたのかみたいな、こう要するに炭治郎が怒っている理由ってところを問うんですけれども、別に他人だからいいだろうみたいな話をしていました。これアニメオリジナルのシーンとなっております。これなんか悪人というね言葉とともに、こういうところを重ねてきているところが非常にいいなと思いました。炭治郎としては別に他人だろうが誰だろうがこう救うことに理由はないということを言っているんですけれども、造反転としては別に身内以外どうでもいいだろうっていう、こうなんか何とも言えないこの悪人のねバランスってところが非常にうまく描かれています。これだけね原作を再現しながらもアニメのオリジナルでこう見せてくれるっていうのは素晴らしいなと思いましたね。でここから玉子と無一郎のシーンに戻ります。で回想シーンに入るんですけど、なぜ炭治郎が出てきたのかというところでね、これ後ほど語られるんですけれども、ちょっと意味深なね回想が入ってるんですよね。そして今回の見どころといっても間違いではない鋼塚さんですね。はい、こちらね名前が刻まれなかった理由について語りながらずっと刀を研ぎ続けています。まあ、金森さんがねちょっとやられたりするんですけれども、その中でお面が割れるシーン、皆さん注目していただけたでしょうか。あのシーンもめちゃくちゃ良かったですね。原作だと玉子の攻撃を受けてすぐに割れるんですけど、一度かけてからもう一度かける、こうためを作ってる見せ方が素晴らしいなと思いました。本当にイケメンフェイスが出てくるところってやっぱ印象的だし、原作を完結して全て見てる中でもやっぱ思い出にね残ってるシーンなので、ここをじらすことによってもう視聴者とかね、もしくは原作ファンもちょっと盛り上がれるような内容となっております。で無一郎が炭治郎の姿で見る回想も原作再現となっていてほぼ一緒です。そして玉子のねあの水獄鉢から助けようとする虎徹が描かれていきます。それを見ながら、これまでのね無一郎のように無の状態で考える優先順位ってところが考えられていくんですけれども、その中で無一郎の父親が出てくるんですよね。で無一郎の父親は炭治郎と赤い目っていうところで重ねていたことがここで明かされます。今回こちらね無一郎の父親の声優さんなんですけれども、杉山範明さんでしたね。はい、これねあのもう一部わかる人かわからないと思うんですけれども、シローってなっちゃいました。これで、ね、同作品 UFO テーブルの同じ作品であるんですが、フェイトステイナイトという作品があって、それのエミヤシロー、まあ、主人公ですね、まあ、主人公的な存在のキャラクターが同じ声優さんなんですが、なんかちょっと重ねてしまうというか、作風の雰囲気なんですかね、それからもねこうなんか感じるものがあって非常に良かったなと思います。ほんとね
今回こう杉山さんとあと山寺宏一さんと出てきたんですけども、天狗たちがとんでもないキャスティングとなっていて、使い捨てにするのはもったいなすぎるよねっていうね、ほんとこのもう贅沢三昧という感じでしたね。これも注目すべきポイントなのかなと思いました。まだねこれから新キャラもどんどん出てくるし、声優陣についても非常に注目できるポイントなのかなと思いました。本編を見てからエンドロールで確かめるっていうね、また一つの楽しみ方ですよね。そして次回無一郎の無ということで第7話は幕を閉じます。皆さん第7話いかがだったでしょうか。いやもうほんとね、体感5分といっては過言ではないんですけども、何よりこうキャスト陣のねインパクトってところは素晴らしい回だったんじゃないかなと思います。まあ、山寺宏一さんの造反転もね、もうほんとそういうキャラなんだなっていう、造反転山寺宏一さんらしさがね逆にないのがすごいいいなと思いました。まああれがね山寺さんの意思なのかちょっとわからないですけれども、非常に面白かった回じゃないかなと思います。ぜひ皆さんの第7話の感想等あればコメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。